本日の近代史の授業はいわゆるコロナと呼ばれているものについてです2020年まあ世間ンにはコロナ以前とかコロナ以後とか呼ばれてますけれどもこれを正式名称 COVID-19 恐慌と呼びましてこれ以前とこれ以後の社会構造がですね大きく変わってしまいました今から15年前の2020年にですね これまでにない感染力の強さにさらに毒性まで兼ね備えた強力なウイルスが世界的に蔓延いたしまして意外かもしれませんがそれまでは人間は今と違ってみんな好きな時に外出することが可能だったんですねえみんな好きな時に外出できたので例えば出勤と呼ばれることが行われていましたこの単語は会社に物理的に人間が出向くということを意味するのですが これにより人間が同じ空間にものすごく集中するという現象が起きていました東京なんかは会社が非常にたくさん集まっておりましたので人間が出勤する時間帯になるとそれはそれはたくさんの人間が東京に集まったものです多くの人は東京の外から東京に電車通勤していたのですが当時は外出規制がなかったため電車の乗車率が200%となることも日常でしたこれを 満員電車と言います、えー、さてコロナ以前の駅の様子はどのようなものであったのか気になる人もいると思うので映像を見てみましょう今となっては考えられませんねしかしコロナ以前はこのように大量の人間が一度に同じ場所に集まって公共交通機関を利用するということが合法でありそれが合法であることすら疑問に思っていなかったのです というわけで今回は、ステーションフローで、2020年以前の新宿駅を作っていきましょう。それでは、やっていきましょうか。このステーションフローっていうのは、DMM が作ってセルフファブリッシングしてるゲームなんですよね。DMM って、ゲームの権利を取り上げて、自分のあのクソプラットフォームで売るみたいなイメージしかなかったんですけど、方針変わったってことなんですかね。 ま、やっていきましょうか。チュートリアルはいいや、別にやんなくて。えー、この真新しい地下鉄駅の新駅長としてお迎えできたことを誠に光栄です。駅って駅長が作るんだ。知らなかったな。えー、っと、あー、これが A1 でしょ ?A3、A4、うん、全然わかんないけど、多分、これがホームだね。ほら、このホームと、この出口をどんどん繋いでいくっていうゲームなんじゃないですかね。おこういう感じか。これ、これ <laughs>、 <laughs> これさ、道の大きさをさ、こう、好きに変えられるじゃん。めっちゃ狭くしたろ。ノバマン鉄道ではね。可能な限りお金を節約するために通路は、最低の大きさにしております。そんで、これができたら、人降りてくるのかなああ、そっかそっか。出入り口をオンにすると。ああ、来た来た来た。この人たちもなんかちょっとびっくりしてるよね。お、新しい駅できてんじゃん。つって、入ってきたらいきなりめっちゃ狭くなってる。でも、やってきましたよ。通勤客が。ああ、すごい。 あ、もうすでに <laughs>、すでに大変なことになってる <laughs>。あ、押し合い始まってる。はははははは。だから、力の強い方が、先に出ることができるっていうね。あーダメだ。やっぱ入ってくる客のね、力が足りないからめっちゃ押されてます。出ていく人の勝ちです。<laughs> 大丈夫かこれ、もういきなりやべえぞ。よし、じゃあどんどん出口を繋げていきますか。出口は、合計で5つ。あーこれか。 これとこれね。はいはい。こういう感じで道が作れるゲームって結構珍しいですよね。おっとこれでいいの <laughs> これはなかなかちょっと猫とかでも通れないと思うんですけど。これさ、線路を突き抜けて道作れんのかなああ、ダメだ。レール上はダメなのね。じゃあこうやって、えー、階段登って、で、めっちゃ歩いてここにたどり着く。 と見せかけて、またホームの上を歩いて、また <laughs>、またホームに戻ってくる <laughs>。はあー、だんだん新宿駅っぽくなってきたぞ。で、このおっきめの通路をまっすぐ行って、で、また横に曲がって、さらに狭い道をまっすぐ行って、出口に繋がると思ったら、さらに曲がって、やっとここに着くと。<laughs> さ どうなるかなこの猫でも通れない通路を、人間が通れませんわ。いやー、それはハテナマークもつきますよね。だって、新しい地下鉄できたって思って入ってったら、猫も通れないようなめっちゃ狭い、不思議の国のアリスみたいな通路があって、この先ホームって書いてあるんですからね。えー、っと、じゃあ、仕方ないな。ちゃんと人間でも通れる道を作ってあげますよ。まったく、注文の多い客だこと。あと、1時間40分お待ちくださいませ。道ができるまで。 あそうだ、この英語の、英語もオープンしないと。やったー新しい地下鉄ができたぞーあれ道に迷ってる。まあ、そりゃそうですよね。30分近く歩かされて、未だに何も見えてこないんだったら、ちょっと、あれってなりますよね。でもそれが、新宿駅なんですよ。あ、階段を見て引き返した。<laughs> まあでもやっぱり1時間近く歩いてこの階段にたどり着いたら、えどうしようってなって引き返すのはわかりますよ。 でもそっか、こっちがね、正しい道なんですよ。気づかないかな、なかなか。ちなみにあ、あっ、こ、ははは。すごい押し合いになってますよ、ここ。大丈夫かないや、大丈夫じゃねえだろうな。みんなすげえ文句言ってる。どうしよう、道案内つけてやるか。道案内って何の意味があるんだろう、でも。チュートリアルやってないからわかんないけど、多分、優先順位とかが変わるのかな。じゃ、こっち優先にしてみるか。あ、でもほら、なんか、 こっち側に行く人が押し始めましたよ。ここら辺の板挟みになってる人はなんか人間としてどうかみたいな動きしてますけど。あれいや、ああ、そっか。修業か。修 <laughs> 業って <laughs>。めっちゃ駅の中に人残ってますけど。お客様が以下の施設をご要望されています。ドリンク、自動販売機。いいですね。以下の路線、出入り口の利用者が増加します。うーん。A4 の増加ね。 までもなんだかんだ言って黒字ですよ。えー、っと、じゃあ自販機を、ここに設置すっか。あれ自販機設置したら通れなくなってる。通れるでしょこれ。まったく、注文の多い奴らだな、こいつほんとに。A4 はあそこか、繋いでなかったね、まだ。A4 はね、まずあの上に行くところから始めましょうか、じゃあ。上に行って、なんか新宿駅の終わりにはいい感じじゃんと見せかけて、 ここで一番混んでる A1 出口と繋がると。さあ、ラッシュジラどんな感じになるか見物ですね。さあ、朝10時にしてもすでにとてつもない押し合いが始まっています。なんでこんなー、駅、使おうって思ったんですかね、この人たち。こっちでもすでに押し合いが起きてる。<laughs> いやー、これは、ちょっと面白くなってきたぞ。この道を破壊して、こうやって繋げてみようか。そうすると、この A2 入れたい人は、こうやって行かなくちゃいけないから、 さらにこの道が混雑する。いや、待てよ。これも破壊して、こう繋げると。こうすると、まあ、英語に行きたい人も、ここを通らなくちゃいけない。ここも繋げられるぞ。できました。さらにね、新宿駅らしくなってきましたよ。まあ、この新しくできた新宿駅ですけど、まず電車から降りて出口に向かいたいとします。で、目的地が英語だった場合は、まずこの階段を登って、で、この <laughs>、この <laughs>、 なんて言うんですか、人間プレッサーを頑張って通って、で、この出口をまた右に曲がって、この出口をまた右に曲がって、やっと、ここにたどり着けると。この新宿駅には、あの、出口が5つあるんですけど、この A4 の出口以外は、全部、A1 を経由しなくちゃいけないっていう通路になってるんで、ここの混雑っぷりマジでやばいですよ。そんで <laughs>、こことか、あの、適当に開発してたんで、 この、どこにも繋がってない通路で、迷子になってる人がめちゃめちゃたくさんいます。やばい、お客様の満足度がどんどん減っていく。まあ、とりあえず、自販機とか、置いて、機嫌取っとくか。あとね、案内がね、全くないから、この <laughs>、ここに一見、何かありそうな通路があるんですけど、これをこう、歩いていくと、まあ、1時間近く歩かされて、この何もないところに着くんですよね。で、結構な人がこの場所に囚われてる。いやー、新宿駅って感じですね。 今日は、新宿駅終業でございます。満足度が40%くらいですね。まあ、でも、結構満足してますね。あんなにおしくらまんじゅうさせられても、なんていうか、40%の人は、まあ、別にいいかなって気持ちなんですね。やべ、赤字だ。なんでだろう。なんで赤字なのか全然わかんねえ。あー、なんかよくできてんな、このゲーム。この階段に案内看板を設置できるんですけど、こうやって、この階段を下ると、線路ですよっていうのを書くと、 混乱した客がどんどん下に降りていっちゃうんですよね。ほんでなんか、あれあれってなってる。いかにも新宿駅って感じですね。なんかこれ以外にも結構たくさん設備があるらしいんですけど、これ解禁したいな。ちょっと道広げちゃおうかな。じゃあここに、この特に利用者が多い A4 へ行くための通路、ショートカット通路を作ってみましょうか。できましたよ。だいぶ教育的な通路が。この A4 から出てきた人は、この 案内標識を見て、こっちに行くことができると。で、電車から降りてきた人は、この案内標識を見て、こっちが、左に行くと A4、右に行くと A1235 っていうのがわかる。で、まあ、この A4 近くに住んでる勝ち組の人は、このね、大きな通路を通って、無事に帰宅なり、出勤なりすることができますと。でも、この A1235 を使ってる、なんていうか、不幸な人間は、このね、人間プレッサーを通って、 人間を潰しながら頑張って出たり入ったりしなくちゃいけないと。まあ、でもこれでね、だいぶ評価上がるんじゃないですかたまにさ、案内標識がちゃんとあるのにめちゃめちゃ迷ってる人がいる。たまにいるよね、そういう人。そうだ。トラップも仕掛けとくか。こっちに行くと、何でもある。できました。偽の案内標識。<laughs> こっちに行くと、なんと、階段、ドリンク、ホーム、出口、そのすべてがある。富、名声、力、階段、 ドリンク、ホーム、出口。この世の全てがそこにある。階段にドリンクバーに、駅のホームに出口か欲しければくれてやる。探せこの世の全てをそこに置いてきた。男たちはこの偽の看板に、騙され。この <laughs>、袋工事に入り続ける。ありったけの夢がね、ありますよ。この看板には。で、ほら、結構な人が騙されてますよ。ま、あでも、とりあえず、あのー、ドリンクだけは置いといてあげましょうか。ね、かわいそうだもんね。 とは言ってたらここらこも大うなんていうか、完全に合成しちゃってる人も結構いますからね。いやー、この人とか、ホームから出てきて、英語の出口を探して、でもこっから来て、こう行って、この地獄のプレッサーゾーンを通り抜けて、でやっとここまで来たのに、この偽物のラフテル看板に騙されて、ここまで来ちゃってますからね。かわいそうだなー本当に。そうだ。 あの、偽物看板を逆にこっちに、ここに置くことによって、混雑を緩和できるのではないでしょうか。嘘を嘘と見抜ける人は、こう、さっと、駅のホームに向かえる。でも、見抜けない人は、こっちに行って分散される。そうすることによって、駅の混雑度が緩和される。いや、これは結構、大したシステムを作り上げてしまったのではないでしょうか。あー、すごい。ここら辺の混雑っぷりったらないっすよ。いや、明日が楽しみですね。寒太郎。さ、来たぞ。お、いきなり間抜けが。 <laughs> 丸けが引っかかってやがるぜ。お、こっちか。なんか、昨日と道がちょっと違う気がするけど。まあ、こんなもんかな。あれ、なんか、結構曲がりが多いな。あれ、こっちだったっけいや、いや、でもそこさっき来たしな。まあ、とりあえず奥まで行ってみっか。えー、っと、えー、っと、なんか、あれなんか壁、あそこ行き止まりで奥に自販機置いてないあれあれ ええみたいな感じになってますね。まあ、でも、ここの混雑は完全になくなりましたね。いやー、やっぱりあのー、ねこうやって混雑っていうのは緩和していくんですよ。やっぱりここがね、混雑しすぎるっていうのはちょっとかわいそうなんで、あの、ちゃんとした案内もね、置いてあげようと思います。まあ、とりあえずあの、ここら辺がボトルネックになってるので、ここにもう一個、この、この世の全てがある看板を置いて、ここにね、あと12時間で新しい通路ができるんで、それまで待ちましょうか。 あ、この人、普通に自販機に来たくてここまで来てる。いやー、意外と、ねなんか、偽物の看板も役に立ちましたね。自動販売機使用中。うん。いいですね。まあ、この後、どうなるかですけど。さ。あれこっちか。あれでも、こ,こ、さっきも来たなぁ。へへへへへ。まあでも、やっぱりねここの混雑度はもう完全にゼロになりましたね。 いや、やっぱり混雑を緩和するには人間を減らすのが一番。そういうわけですよ。すごいなぁ。もうゴキブリホ養イホイみたいにどんどん入ってきますね。いや、でもね <laughs> なんでかわかんないけど、本日の利益、プラス1万9000予想なんですよね。お、この道が完成しました。じゃ、とりあえずあの、新しい案内を書いてあげましょう。バーカと。ま、さすがにね、この案内を見たら、気づいて引き返していくんじゃないでしょうか 意外と気づかない人もね、たくさんいると思うんで、もう一声、やっときましょうか。<笑><笑>できました。<laughs> このね、バカマルケ塔に、バカマルケと書いてあげました。さすがにね、ここまで、直接的に書いたら、客も、あれこれって、偽物かなって、気づくんじゃないかなって思いますね。これよく見たら、道にバカって書いてあるし、 この通路もよく見たらマヌケって書いてあるじゃん。なんだこれは偽物の通路だったのかって気づくと思いますよ。そうじゃなかったらバカでマヌケですね。いやでも、このバカマヌケ島にいるバカマヌケたち、なかなか気づきませんね。自分たちがバカでマヌケ島にいるっていうことを。ちなみに、このバカマヌケたちには、このね、ヌーがお気に入りみたいです。やっぱりね、うん。 ぬに魅力を感じるんですかねこのバカマヌケ島に来ちゃうような人たちっていうのは。このバカマヌケ島から、例えば、ホームに道を繋いだらどうなるのかなこれでね、あのー、脱出できるようになるんじゃないですかさあ、続々と人が、バカマヌケ島から脱出していきます。あ、就業しちゃったクソあ、でもなんか、実績、手に入りましたよ。<laughs> ランクが上がった <laughs>。こんな本物のクソみたいな駅でも、ランクが上がるんですね。まあ、新宿駅がいい例か。 おっとさらに増えてしまいましたよ。どうすんのこれ。どうすんのっていうかどうしようもないよね、これ。もう。とりあえず駅を全部繋いで、ほんで、この偽看板のところに誘導する。だから日本のゲームでこういうニッチなゲームって、久しか遊んでないから結構新鮮ですね。なんか、日本にもこういう、こういう、こういう感じのね、PC ゲーム作る人がいたんだって、ちょっと嬉しい気持ちになりますね。まあ、まともに遊んでないわけですけど。 バカバ抜け島とか作って。新しい出入り口が開通いたしました。まあ、まだ道はできてないんですけど。道、作る前に駅開けちゃうってすげえな。しかも改札の中ですからね。とりあえず改札の中入って、まあ、あと1時間半するとやっとホームに行けます。でもホームに行く途中までの道に、あの、偽物の看板があるんで、これが偽物と見抜けた人は初めて電車に乗る権利が与えられます。お、じゃあしちゃ。 看板を置いてあげようか。本物の看板をね。本物の看板。階段、トリンク、出口、すべてがある。この世のすべてがこっちにあります。と。あれこいつら、看板すら読めねえのか、こいつ。アルファベットを知らない人がいるってのはちょっと誤算でしたね。この通勤客は、偽物看板に通じるこの本物看板を見て、こっちに向かっています。で、P1 っていうのは、ホームですね。さ、ホームに行くには、あれこの偽看板にメモをくれませんね。 もしかしてちゃんとあのー、目が前についてんのかなこのキャラクターたちは。意外とよくできてんな。じゃあ、ここにも偽看板作るしかないじゃない。こうやって行って、お、看板だ。こっちかなあれ意外と賢い奴ら多いな。これが偽物の看板であるっていうことに気づいてる人が、まあまあいますね。新しい通路からの客を大量に入れた結果、やっぱりここがね、混んでしまいましたね。なんでかなまあ通路がちょっと狭いかなって初日から思ってたんですけど、そのー、それもね、 あると思いますちょっと。お、ホームとバカマヌケ島を繋いだら、今度はバカマヌケ島に、ホームから直接上がってくるバカマヌケが出てき始めましたよ。なんかホームから適当に階段登ったんだけど、これ、どこみたいな。今度はあの、毛に人が集まり始めました。すごいな、この毛の人気っぷり。どうしてみんなこの毛に集まるんだろう。まあはこんな人気ないのに。<laughs> どうでもいいけどさ <laughs>。じゃ、自販機で置いてあげるか、この毛に。ねえ、みんな使いたがるかもわからんし。 ちなみに、この道を撤去したらどうなるのかなあはははは。<laughs> 完全にね、かなりの人間が、この毛の点の部分に孤立してしまいました。崩落事故ですよ、これは。大変なことになってしまいましたね。っていうか、ここに乗ってた人間はどこ行っちゃったんですかね天に召されたのかなこのし、営業時間が終了すると人間みんな消えるんですけど、どこ行ってんですかね なんかこれ一日経ってるように見えて、実はなんかもう骨が粉になるくらいまでの時間経ってるんじゃないですかもう完全にね、分解されてしまっている。こういう看板作ったらどうなるのかな同じ場所をぐるぐる回り続けるんでしょうかあ、さすがにね、アホみたいな看板には目もくれませんね。まあ、そこまでアホではなかったってことなんですかね相変わらずここの混雑っぷりがやばいな。なんで B1 から B2 に行くのにここにいるんですかね B1 から B2 って、こっから、ここですよ。こっからここに行くのになんでここで押し合いしてんのかわかんないな。いやまあ、偽物の看板がたくさんあるっていうのも原因の一つだとは思いますけど。まったく早くランク上げて何が解禁されるのか見たいんだから、みんな、ちゃんとさ、まっすぐ出口に向かってほしいんですけど、困りますよ君たち。仕方ないな。またバイパスを作るしかないな。不法にながらもここにバイパスを作りましょうか。この、偽物の看板がある場所へのバイパスを。 なんか片側を開けるっていうことを学び始めましたね <laughs>。自分で理解し始めたのかな。まあ、確かに、押し合いするっていう発想自体がおかしいですよね。私のせいじゃないよ、これどう考えても。やっぱ、左側を歩けっていう話ですよ。こいつらが悪い。譲り合いの精神が全くないから押し合いになるわけで、両方が左側を歩けば、こういう押し合い問題にはね、発展しないと思うんですよ。はぁ、まったくこの、このゲームの AI は本当に間抜けですわ。全然私のせいじゃないですよ、これ。 うーん、この人間プレッサーができてるのは、この、ぬの部分にもまた人がたくさん集まってみんな不満漏らしてますね。なんでかなまあ、なんでかなって。迷うような、駅を作ったせいも、ちょっとはありますけど。なんでこういうさ、袋小路に集まりたがるんですかね、人は。本能かな。お、新しい通路が開通してる。これでね、多分結構減るんじゃないですかいやー、ここの混雑がやばい。どうしよう。こういう時は、案内板を置いてあげる。こっちに行くと、 ええー、まあ電車がありますよ、と。こっちに行くと、電車があります。まあこういった案内板を置いてあげれば、このね、間抜けのこの、スッスッっていう部分に入ってくる人もいなくなるでしょう。多分。この、施設っていうのが気になるな。あ、全然レベル上がんね。仕方ねえ。真面目にちょ、ちょっと真面目に息を作るかこのまま。とりあえず、ボトルネックができるまで待つか。<laughs> まあこの偽物の看板が一番のボトルネックだと思うんで、これ削除しましょうか。そんで、えー、っと <laughs>、 どうしたらいいどうしたらいいのかわからない。これどういう案内をしていいのかなとりあえずこっちに行くと、駅がありますと。それだけは書いておくか。そんで、バカマぬけ塔に続く階段をもう一個作りましょう。やべ、これ消そうと思ったんですけど、ちょっと、めちゃめちゃに作ったせいで、この、消すアイコンが見えない。あ、これは見える。これは見えない。よしよしよし。そんで、えーっと、 えっと、バカマヌケ島から、この通路を大きくして、B の出口に向かう通路を作っていきましょうか。いやー、なんか、質のいい新宿駅みたいになってきたぞ。私ね、シティーズスカイラインズとかでも、交通整理してる方が好きなんですよね。街を作るよりも。だから、私にとっては結構、いい感じのゲームですね。真面目にやっても適当にやっても。あとね、マヌケの毛の部分、なくなってたんで、今作り直しました。よし、これで、だいぶ改善するんじゃないですかあんまり改善してるようには見えないけど。 なんでかななぜ人はこの通路を使わないのか。ここに微妙な隙間があるけどこのせいかなこの微妙な隙間に足取られたら死ぬからかなこんなにお膳立てしてやったのに、まだここにいる奴らがいるぞ。お。案内板。観光客。案内板を探しているお客さんは案内板を確認しないと目的地に行けません。まあ、ターミナル的なところを作れっていう話なんですかね。とりあえず、この階段の横に作っときましょうか。 まあでも、だいぶ改善したんで、相当、ね、良くなったんじゃないですかまだこのバカマけって書いてあるけど、これをね、素材をそのまま使いつつも、いい感じの、いい感じの <laughs> 駅を頑張って作っております。なんて素晴らしい駅なんだ。新宿駅も見習ってほしいぜ。このめちゃめちゃ巨大なツールが完成したんで、これで相当人の流れ良くなるんじゃないですか案内板を見ています。案内板を見ないと自分がどこに行きたいのすらわからないみたいですね。 これはあれだ。駅の出入り口すべてに看板をつけないとみんな迷ってしまう。ま、でもうね、気持ちはわかりますよ。でもああいうのって、駅の入り口とかについてある看板とか見ても結局のところよくわかんないんですよね。こんな本当にくそしょうもない駅をよくここまで改装できたなって感じしますね。ま、あなんか、駅の改装工事がいつまで経っても終わんないっていうのがよくわかりましたね。なんでなのか。もう、改装しても改装しても終わらないみたいな。 その気持ちよくわかりましたよ。こっちの原因を塞ぐと、こっちに原因が出てきて、こっちの原因を塞ぐと、こっちに原因が出てきて、みたいなね。いやー、だいぶ、マシな駅になりましたよ。まあ、評価は50点くらいですけど。最初、こら辺でしたからね。あれ、最初40点つったっけ <laughs> じゃあ全然マシになってねえわ。レベル5になってトイレが追加されました。今までトイレなかったんだな、この、この、この巨大な駅に。大変なことですよ、それは。無事にトイレも設置できたし、今日はこんなものにしとこうかな。 ほんじゃ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度